降、親日派を敵対するムードがどんどん大きくなる韓国ですが、抗日派として知られた人たちをよくよく調べたところ、実は親日派だったなど、次々になんちゃって抗日派が出てきたとのことです。しかもこの抗日派に親日派が紛れてる理由が、ああいつものことかと考えさせられてしまうニュースをお伝えします。韓国のムン政権が2019年に独立有効者の全数調査を始めると言い出したとき、内部では反対が少なくなかったという。調査対象者が1万5000人に達する上、その大勢の人の過去をいちいち全部ほじくり返したら、どんな不測の事態が起こるかわからないという懸念があったからだ。ずっと前に世を去った方々をまた審判台に立たせるべきなのかという反発もあった。だが現政権は調査を強行した。順調には進まなかった。予告されていた6ヶ月の調査期間を超え、1年半が経過しても結果は音沙汰なしだった。そうした中で最近、第一次分として調査を終えた619人のうち、親日業績の疑いがあって叙勲取り消しを検討すべき16人のリストが行政安全部に渡されたが、ここで当惑してしまう光景が出現した。ムン大統領が今年6月に県中院の追悼式で独立軍の英雄として称賛したチェ・ジンドン将軍がリストに含まれていたのだ。大統領自ら独立有効者として褒めたたえたのに、その人物の勲章を剥奪しなければならない状況に置かれたわけだ。ひとまず遺族に説明の機会を与えるという理由で発表を保留した韓国政府は慌ただしい雰囲気だ。一体誰がなぜこんな全数調査をやろうと言ったのかという愚痴も出たという。チェ将軍だけでなく、中学高校の教科書に作品がいくつも載っている韓国近代文学の巨頭の一人も今回の調査で親日業績を指摘された。親日派だと最終的に烙印を押されたら、教科書から作品を全て削除しなければならないということもあり得る。ムン大統領が2017年の幸福節慶祝演説で幸福を作った主人公の一員として言及した学者の一人も親日履歴があったことが発覚したとのことです。まああの李承晩ですら親日派と言ってしまうくらいですからね。当時韓国政府の要職についていた人は大抵親日派となるでしょうし、昔はそれが悪いことなんて認識すらなかったでしょうから、相当出てくるのではないでしょうか。補足しておくと、韓国には併合に反対もしくは独立運動のために抵抗したり、その際に殉国した人を独立有効者と呼びます。彼らやその子孫は独立有効者冷遇に関する法律という法律によって報奨金、年金、生活保護、教育保護、就職保護、医療保護、長期低金利の貸し付けなど様々な国家支援を受けられたり、彼ら独自の利権のようなものまであります。ですのでどさくさに紛れて独立有効者となっていた人も割といたんじゃないかと。そこをちゃんと調べたら、あいつもこいつも親日派じゃないかって話になって、今混乱してるみたいですが、なんかもう本当にめちゃくちゃですね。この件に関する国民の反応がこちらです。支持率が低下して中コロが広がるこの時点で、親日をあぶり出し国家を分裂させる理由は何か。その親日派の基準が不透明だ。認定をされた人がかわいそうだ。本当にちゃんと調べてみると与党の方が多いよ。ムンジェインと民主党の果てしない反動分子の搾取作業はいつ終わるかな。フンナムで公務員として働いたムン大統領の父親の親日については、自分の父親は棚にあげるのか。今になって親日派襟分けて何してる。これを明らかにして国家発展に何の役に立つのか。歴史を敵味方に分けると解釈することは国を滅ぼすことになる。事実が重要だとのことです。ちなみに
この独立有効者の団体が、新日財、新日商産禁止法や、ハボ法などを進める幸福会であり、この、キム会長が幸福説にて、新日派を叩き出せ、李承晩は新日派だって言い出したことも、今、韓国国内が新日派巡りで混乱してる理由の一つなんです。ただ、このキム会長さんが結構くせ者でして、キム氏は、パクヒョンヒ、民主共和党の職員から始まり、40歳代前半までは、チョン・デュファン、民政党でも要職を歴任した方。パクヒョンヒも、チョン・デュファンも、その時の都合によって、新日派になったり、抗日派になったりする方々で、どう見ても、李承晩よりも、親日的な方と言える人物であり、そこで長年要職についていた件について、突っ込まれた際に、それについては、生活のため仕方なかったと言い訳してるんですよね。彼らの言う基準で言うと、どう見ても親日派ではあるんですが、都合が悪くなると、やむを得なかったと。なんとも、彼ららしい主張だなと。まあ、いずれにせよ、ここまで日本が嫌いという国とは、絶対に今後も仲良くしたいとは思えませんね。日本人が一般的に考えているような、普通の国ではないのは確かです。今回はここまでです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。チャンネル登録が、まだの方は、ご登録よろしくお願いいたします。また、面白いニュースがあればご紹介します。それでは、